もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。さあ今回は愛はハートはない。友達マークかな。え、ライチちゃんめっちゃ怒りよんやけど。今なんか他のとこにもあったよね。ここ、え、ここも、ここも別での喧嘩？マジか。じゃ、とりあえずライチちゃんの方に入ります。腹が立つこと、どうした？何があった？アキと喧嘩しました。アキちゃん！アキちゃん！仲直りしようか。このイライラも沈めてください。ほいほい。女の子同士の喧嘩だったのね。向こうは向こうで男同士やったけど。はい、グミ。こんばんは。あ、こんばんは。どうぞ。あ、グミでは収まらない。グミでは収まらなかったか。アキちゃんどこやっけ？あ、てかこっちにマークがついてないってことはあれか、家の方におるってことかな。アキちゃん。ここか。お呼び出しをします。お呼び出しを。早く気づかないとこでした。最近ちょっとね、休みが安定してないからね。今ちょっと不機嫌です。だよ。大地ちゃんから聞いたよ。ほら、ぜんざいでも食べて。めっちゃ喧嘩が収まらない。ね。しかも二組も喧嘩あったよ。美味しくなかった、マジで。まあ私もぜんざい渡されても美味しくないけどさ。美味しくないんかいって感じだけど。はい、お風呂にでも入っておいで。はいはい。あれやね、お風呂でもメガネしたまんまなんやね。もしかして伊達メガネとかかな。それでも外すと思うけど。さっぱりしました。お、これで。仲直りしてこようと思います。熱出てるけど見に来るやつ大丈夫？安静にしてね。まあ、暴れながらライブ見るわけじゃないけん大丈夫よね。あ、仲直りできるか。昨日ともこれ始めたエナさん登録させてもらいました。ありがとう、カナトさん。仲直りできるだろうか。勝ってよかった。ぜんざい落とされたらまず食べる前に拒否言いますね。同じく。同じ。動画見てたら生放送やってたから来ました。あ、動画見てくれよったよね。ありがとう。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれをあげます。なんでしょう。商品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。メガネは体の一部だ。なるほど、くっついてるのか。くっついてるのか。こういう仕様なのね。メガネ曇らないのがすごい。やっぱりあれよ、レンズ入ってないんやねん。はい、そして次はちょっと、りっくんとやまとくんの喧嘩を止めましょうか。狂ったように踊りながらライブは見ません。まあね、まあね。ほら、だってあれやん。ビジュアル系とかやったらさ、ライブ見ながらヘドバンしたりとかするやん。こういう感じの。はい、仲直りしよう。はい。じゃあ、さでもどうぞ。はいはい。これの1回目を見てました。あ、まさかの。今日の動画じゃなくって、そういう過去の動画ね。なるほど。なるほど。そして最速で開始1時間以内に私に彼氏が。早い！なんかさ、みんな展開早くない？私の全然そんなに展開していかんねえけど。待って、ヤマトくん家どこやっけ？ここや。呼び出ししよう。同じ回やったね。あ、さあさあ。ヤマトくんの方を落ち着かせようか。この投げててで、ちょっとどころじゃないよね。ぜんざい。またしてもぜんざいだけど。どうだろうか。そういうだってメガネ。マジでちょっとあれはね、ぜんざい嫌いな人多いかな。多いのかしら。どう、それじゃあちょっとオルゴールでも。ちょっと聞いてみてもいいですか。はい、どうぞ。どうすか。私ももともとね、レンズ内径の伊達メガネって知らんかったんやけどさ、友達がかけとってきたんよね。
穏やかな気持ちになります。これってどう入っとんって言ったら、いやみたいな。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。喧嘩してる最中でも呼ばれたらちゃんと戻ってくるあたり真面目。てかどうやって呼びよんやろ。家の前で電話でもかけようかな。戻ってこいみたいな。あんこはこしあん派、つぶあんの豆感が苦手。なるほど。私はあんこが苦手なんだな。あんこが苦手なんだ。お、Z ボタンありがとう、ついこさん。これでとりあえず二組とも、側、終わったはず。うまくいきました。ありがとうございます。やったね。仲直りできました。ありがとう。ありがとう。よかった。よかった。お礼にこれもあげます。ほいほい。商品スライドパズルをもらいました。ありがとう。友達も作る秘訣。友達を作る。確かに親友おらんもんね、ヤマトくん。あれ、ヤマトくんって恋人もおらんかったんやったっけ？なんかおったような気がしないけど。せいか。あ、今お腹はいっぱいね。さあ、それじゃあ、家の前で電話ある意味ストーカー。ストーカーじゃないよ。だって管理をしてるわけだから。はい、ゆずらさん入るよ。どうもです。フェスはつぶあん派です。あれね、そうなんや。フェスね、つぶあんかこしあんかやけどさ、あんこが嫌いな人はどうするんだっていうね。どちらかといえばこしあん派。先行でいきます。よし。チャンネル登録&ツイッターフォローしました。ありがとう。お？さん？かな？はい、L かな？あ。あ、マジで？マジで？しょっぱなから合います？そこまで出てなかったのに。え？そんな奇跡ある？待って、絶対困ってないやろ。それもまだ出てない。あつぼ、お、よし。管理人なら何でも許されるんですね。そういう感じで。お、これや。オッケー。はい。あ、そっか。あー、違う！肉じゃが私がさっき開いたところや。私を立てるためにさ、間違うべきやと思うんやけど。あー、ダメだー。ねえ、負けた。最初のさ、二つがさ、一回も開けてないのに、合うってどうなの？どうなの？まさかの夜空さんの彼氏。自分の彼氏をね、登場させるっていう。輝いてる。ここに満ち溢れてる。はい、クッキーでも。お、ヤスラさんカンニングした。そういうこと？そういうことだったの？ほっとけ。え、溶けた。溶けたよ。クッキーでしょ、今あげたの私。え、クッキーダメなの？マジで？超苦手だったようです。うわー、やば。やば。ふけんさんこんばんは。まおさんこんばんは。ホットケーキには、あれだ。どうかな？蜂蜜かな？蜂蜜か、マーガリンだけの時もある。はい、しゅんくん入るよ。よね、ホットケーキには蜂蜜の人が多いんじゃないかなと思うけど。遊ぼう。いいモザイククイズ。モザイクがかかってるみは誰なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。これは誰でしょう？サナさんや。わかりやすい。サナでした。わかりやすいよ。モザイククイズ、第2問。第2問。これは誰でしょう？ヒロウくん。答えは？甘くないやつのは好きですが、パサパサ系は苦手。だからといってしっとりしてるのも苦手。わがままだな。なんかあれじゃない？誰やったっけ？クレアおばさんやっけ？なんかそんな感じのさ、誰これ？ゆうやさん？答えはクレアおばさんかなんかのさ、クッキーが美味しい。しっとり系やけど。
おめでとうございます。メープルですね。私メープルが好きじゃなくって、私もわがままか。これ選んでください。はい、それじゃあ一番大きいので、お宝トーテムポールをもらいました。ありがとう。サナダこの島にいて本当に良かったと思ってます。なぜ、なぜサナさんなの。クイズにも出てきたけど全然上の方。え、あ、びっくりした。おらんのかと思った。楽しいのとこにおった。めっちゃ、知り合ってもないのに、話題に出たんかと思った。ステラおばさん？ステラおばさんやったっけ？全然覚えてない。なんかね、私前に食べた箱型のクッキーがあったんやけど、そのやつ。はい、白蓮さん。入るよ、入るよ。遊びましょう。ステラおばさん、クリーム。はい、遊ぼう、遊ぼう。共通点クイズ。二人のみんな共通点が合ってるかどうか当てましょう。全問できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問。レイアールとショウタはマンションでお隣さんである。違うと思う。多分翔太くんの方が上の方の階。家でした。だよね。共通点クイズ第2問。だよね。第2問。ケントアキが友達である。分からん。はい。二人とも初期からおるもんね。共通点クイズ最終問題。最終問題。のりとてっちゃんが二人とも猫レンタル券を持っている。うんやないかな、多分。はい。答えは、はいでした。歌の歌詞2週目の最初は食べ物。ケーキのいなさんとエビフライのはるちゃんは確定にしようと思って食べ物の被り物を調べたら7つあり、そんなにあるのか、食べ物の被り物。結構あるな。思ったよりも。ほいほい、ありがとう。どれか選んでください。一番小さいので。お、お宝、四つ葉のクローバーをもらいました。ありがとう。四つ葉のクローバー嬉しいけど、なんか、ね、お金になるんかなっていう。リアルでね。リアルでね。はい、麻婆豆腐でもどうぞ。いただきます。どうでしょう。まあまあ美味しかったようです。お、やったね。やったね。あ、アイナちゃん、ともこれ実況400回おめでとう。今更感。ありがとう。ありがとう。もうね、めっちゃ、100回やってやば。やばすぎ。え、でもなんかあれないよね。この、セカンドシーズンに入ってから、そんなに経ってない気がするんやけど。初期の方でめっちゃ、パート行ったってことかな。はい、あずちゃん、入るよ、入るよ。一緒に遊びませんか。アイナチャンネルさん、好きな食べ物、飲み物を教えてください。好きな食べ物、飲み物。それは何？ミー的なこと？私本人？キャッチ、ミーが落とされてもキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。ミーの方は、まあ、設定できないから知らないんだけど。知らないんだけど。私は好きな飲み物は、おっしゃおっしゃ私の好きな飲み物はイチゴオレです。好きな食べ物はお寿司です。お、私最近、青鬼オンラインにハマってます。最後まで生き残れるとめっちゃ嬉しいですな。お、ハマってくれとる。やったね。やったね。なんかさ、昨日、急にさ、青鬼オンラインから通知が来とってびっくりしたんやけど、あれ通知が来る用のゲームやっけ？今めっちゃなまったけど。なんか、6人のうち1人まで生き残れ、ガタガタガタみたいな通知が来たんやけど。何あれ。何これって思ったんやけど。いただきます。話しながらキャッチ。ナイスキャッチ。やったね。意外と何も考えずにやった方がいいんかもしれない。あ、スライム布団の上にこぼしてしまったんですが、どうすれば。スライム、スライムなんか簡単な回収の仕方みたいなのないんかな。いや、布団の上にスライムをこぼした時の回収の仕方みたいな動画ない。知らんけど。知らんけど。はい、ミクタン入るよ。なんか、今ね、調べたら何でもありそうな感じがするやん。まあ、私の iPhone が反応したけど。はい、遊ぼう。回収の仕方でなんか検索された。はい、ミーモザイククイズ。モザイククイズ、第1問。青鬼オンライン面白そう。お、ベベタスやろ。やろ。ヨシハルくん。今んとこね、まだなんかオンラインで、一人一人個人でしかできんねえけど、なんか、もうちょっとしたらね、フレンドモードが解放されるっぽいから、まっちゃん。
スマさんでした。そういや、ミートピアセカンドシーズン3人目は慎重な盗賊ゆかさんでしたね。今のところみんな女の子。そう、みんな女の子。これは誰でしょう。飛び盛りしようよ。誰だ、のやりちゃん答えはかな、きっと。なんとかしました、大丈夫。あー、もかった、マジかマジか。ポケモリまだやってますか。やってるやってる、さっきもログインしたとこ今日ね、またなんか新しくプラトゥーンの服がもらえたから、だからティッシュをもらいました。朝はすがすがしいですね。最近ちょっとね、朝方もうだいぶ涼しくなってきたけん感じ。はい、カレーでもどうぞ。いただきます。たまに怖いのやだ、怖いのやだ。え、でもね、普通の青鬼のゲームと違ってね、謎解きとかあるわけじゃないけん、ひたすら青鬼から逃げるだけっていう、それはそれだけ怖いか怖いか。ひたすら青鬼から逃げて、100人のうちから1人だけ残れっていう。はい、ゆうぴーちゃん入るよ。トライアングルさんの動画のおかげでブラックアウトしないでプレイできるようになりました。あ、つぶやいとったねよかった、ちゃんとできるようになってよかったよ。モザイククイズ第1問。はい、第1問。これは何でしょう。なんだこれ、高そうなツボ。モザイは、はい、高そうなツボですが、昼は暑かった、マジで。モザイククイズ的に屋内にいるからよくわからないわからない。焼き芋。答えは、昨日と一昨日に私の大好きなアーティストのライブ行ってきました。テスト頑張れそうな気がします。見たよ、トリプル A の人数って書いておったよねこれは何でしょう。確か2日連続 2days だってって思いながら見よったもん。ウニ、ウニ。答えは、あ、な、あ、違う、生ガキ。青鬼から逃げるやつでめっちゃロッカーに人集中しててどんどん追い出されるの面白くて笑っちゃいます残念でしたねやばいな、遊んでください。そうそう、後から人が来たらね、追い出されるもんね。はい、お宝トイレットペーパーをもらいました。無駄なことなんてないですよ。無駄なことなんてない、すべて何かしらの糧になるって言うと結構見られてて恥ずかしい。そう、私結構ねめっちゃ見てるよ。てかさ、多分実況者さんとか見とる人はめっちゃ見とると思う。はい、サナさん入ります。遊んでください。入ります。はい、遊ぼう遊ぼう。マホちゃんとは順調なんだろうか。はい、共通点クイズ。共通点クイズ第1問。ミレットとイッタは2人ともサンドバッグを持っている。持ってないんじゃないか。持ってないよ多分。答えは、あ、持ってたマジで、マジで残念でしたね。2人とも持ってるの、ま、遊んでください。だよ。はい、だからティッシュをもらいました。今日なんかね、ティッシュとトイレットペーパーがめっちゃ溜まっていく気がする。お疲れ様ですお疲れ様です、どうもどうもどうも。はい、お茶漬けでもどうぞ。いただきます。お、ツイート見てくれたんですね。そうです、2日間ライブでテンション上がりまくりです。 2days とかめっちゃ羨ましいんだけど。そういうのって2日連続で行く人は行くのね。相変わらずカイパン相変わらずの。雨で2回延期になって結局明日体育祭に。なんか延期になりすぎたらさ、中止になることない体育大会はさすがに中止にはならんのかな。はい、ヨミさん入ります。高評価をしましたです、ありがとう。ゆうとさん、はい、遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイククイズ第1問。これは何でしょう。イヤリング、金のイヤリング。答えは、はい、金のイヤリングでした。ヨミさんのこのイントネーション、抑揚がすごい。第2問。これは何でしょう。なんだそれ、麻雀牌。麻雀牌だね。答えは、スマブラのしずえさん、すげえサイコパス強い確信スマブラしずえさんいいね。あんな可愛い顔して強そうな感じがするよ。保健さん、エミさん、こんばんは。木彫りの熊。答えは、なんかさ、コーラ、コカコーラコーヒー味みたいなの出たことない。木彫りの熊でした。あれどうなんやろ。まず私コーヒーが無理やけんあれなんやけどさ。おめでとうございますはい、ありがとう。一つだけあげます。
どれか選んでください。ヨミさんとサッチャー分かれてないよ、大丈夫よ。はい、中間。お宝ブリキのおもちゃをもらいました。ありがとう。さっちゃんの夢に私が登場あるんじゃないかな。あるのでしょうか。ではきっとあると思うよ、ね、彼女だからね。いただきます。はい、どうぞ。コーヒー味無理無理よね、絶対無理よね。結構美味しかったようです。お、よかった。ケンさん、黒猫さん、こんばんは。アイナさんもトリプル A の曲を聴いてみてはどうですか？とてもいい歌ですし。私トリプル A 普通に好きよ。なんか特別ファンってわけじゃないけど、歌はね、結構好き。はい、トムヤさん入るよ。一緒に遊んでくれますか？はい、遊ぼう、遊ぼう。コーヒーは好きだけど炭酸がパチパチして飲めない。コーヒー味でね、炭酸って言われてもなんか嫌だな。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。初見さん。な、何さんだ？こんばんは。な、何さんだ？あれよね、スイッチの方から来てくれた人の負けてる。スイッチの方から、こんばんは。残念でしたね。また遊んでください。人物画なら描くの好きですよ。人物画うまく描けたいんだけどな。友達が悪いことをしようとしたら止めようと思います。それが友情です。好物でギリチョコがあるのくさ。本命はちょっとって感じだけど、ギリチョコならちょっと M な感じやね。はい、どうぞどうぞ。コーヒー味のコーラ気になる。なんかね、コンビニとかで売り寄ると思う。スーパーでも売りよんかな。なんか結構さ、新商品とかってさ、コンビニ先行発売みたいなのあるけん。サッカーボール、はい、どうぞ。道具、サッカーボールをプレゼントしました。ぜひ練習してね。コーヒー味のコーラよりコーヒーゼリーが欲しいんじゃ。コーヒーゼリー、コーヒーゼリー結構なんかね、女の人好きで売っていく人多いよね。私にはいまいち理解ができないわ。理解ができないわ。はい、ミカちゃん入るよ。コーヒーは微糖派ですな。微糖派。コーヒー、私はコーヒー牛乳さえ飲めないよ。飲めないよ。第1問。レムとルーティーは同じ生まれ月である。使うんじゃないかな。答えは多分知恵でした。全然違うね。全然違うね。第2問。初コメ、こんばんは。お豆腐さん、さきさんかな、こんばんは。どうなんやろ。青。青とか。はい。答えは、いいえでした。ああ、どっちも全然違う。どっちも全然違う。本命チョコもいいけど、ギリチョコの安定した味もいいね。味違うの。味違うのよくわからないんだけど。チョコじゃないの。だからティッシュをもらいました。本命チョコはちょっと気持ちが入っとる分、味が違うんかな。あ、どうもどうも。あざす。コーヒー味のコカ・コーラって美味しいの？頭の中で想像した感じではクソまずいと思う。買ってないけど。お父さんどんだけ呼ぶの？ワカメちゃんの方行くね、私。カサメさんとユキさん、髪色違うけど同じ髪型。確かに。そっか、あんま気にしたことなかったな。食べ物お宝モザイククイズ。よし。モザイククイズ第1問。第1問。これは何でしょう？なんだそれは。レシート？蛇口？レシート。答えは、コーヒー牛乳なんてコーヒーじゃないじゃないか。コーヒーじゃないじゃないか。いやでも飲めないんだな。これは何でしょう？飲めないんだな。懐中時計。答えは、でしょう。懐中時計でした。イエーイ。くそまずい、やめ。いや、私、あれなんよね。これは何でしょう？店員さんなんやけどさ、やかん。答えは、店員さんなんやけどさ、これって美味しいんですか？とかいろいろ聞かれた時に、私はちょっと無理ですとか普通に言ってしまうよね。
正直でいいと思うよって言われたけど、まあ、あれよね、振り子的にはちょっとよろしくない。はい、中間。でもやっぱり気になる件って言ってさ、買ってってくれる人は買ってってくれる。お宝アルビーのペンダントをもらいました。なんかこれ美味しいんですかって言われても、私食べれんもんが多すぎてさ、私は何々がちょっと苦手なんでみたいな。寝てる時が一番幸せ。起きてる時にも幸せを感じてください。はい、フレンチトーストでもどうぞ。原産推しバレないよね。ここなんかライブ配信の回数が減って、そしたらなんか、久々にやったら初見さんとかすごい多いよね。なぜだ。なぜだ。お、ハートが出た。誰？そよ風さん。そよ風さんって彼氏おったっけ？はい、お邪魔します。今日友達からじゃがりこもらいました。じゃがりこ。じゃがりこさ、昨日また新しい味出たんやけど。何味やったっけ？忘れた。マジで？親友からの？親友からの。アルシロさん相手おらんかったんかな、おらんかったんかな。お似合いだね。いいと思うよ。いいと思うよ。私は歩み園の森を考えてる時が幸せ。歩み園の森。なんだそれ、初めて聞いたぞ。あれちゃんとの。はい、それじゃあビーフシチューでもどうぞ。いただきます。そやね、モヤモヤが全然出てこんねん。あれやん、みんなちょっと悩みがなさすぎてなさすぎて。こうね、遊ぼう遊ぼうみたいな、ちょっとアホっぽい子が多いんかな。じゃあ道具で CD。 はい、どうぞ。アイスにあったかいコーヒーをかけて食べるやつやってみたい。これにこれもあげます。ここがコーヒーじゃなければコーヒーじゃなければちょっとやって、ココアぐらいならいけるかな。ココアでも私ちょっとね、進んで飲もうとは思わんのやけどさ。友達マークも出たぞ。ヨシハルくん入ります。平和のマンション。よき。キングダムハーツ知ってますか？キングダムハーツね、やったことないけど、チラッと見たことはある。え、あれよね、なんかディズニーとか、バイファンとかのキャラクターが出てくるやつよね。せつなさん。どこせつなさん。おらんくね。え、おらんやん。え、どこせつなさん、おる？え、知らない。普通かな。多分。今、コーヒー味のコーラ飲んでる人見てきた。そんなまずくない。あ、マジで？そうなんや。でもなんか合わさったらどんな感じの味になるんかな。コーヒー味打ち消されるんかな。初見さん、こんばんは。豊さん、こんばんは。どうも、どうも。ほい、トマト。最後のトマト。どうぞ。まあまあ美味しかったようです。お、やったね。他のチューバーに会ったことはありますか？チューバーっていうの、そんな略し方初めて聞いたんやけど。私、先月かな。くるみんとご飯行ってきたよ。はい、ゆうさん。入るよ。今日はプロポーズなかった。ハートマークは一応一個あったんやけどね。はい、遊ぼう、遊ぼう。食べ物、お宝、モザイククイズ多くない？多くない？はい、第1問。これは何でしょう？え、紅茶かと思ったのにない。いくらかな？いくらかな？モザイククイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？なんだそれは。ラザニア。食べ物な気がする。ラザニアでした。アイナさん、飛び物の住民誰が好きですか？男の子で。男の子で？男の子、チャスかな？からいる。これは何でしょう？なんだこれは。牛乳パックかな、これ。全然違った。鍵盤ハーモニカ、全然違うよ。残念でしたね。はい。また遊んでください。クラミンの飛び盛りコラボ見たい。クラミンとね、コラボの話また進めよるけんね。そっちの世界のオーラも、出すよ。
淡々となんかな。淡々となんだろうか。お、クイーン。友達マークが。友達マークはね、たまにこう、紹介とかの場合があるからね。マユラのそっくりさんに久々に会った気がします。久しぶりです。どうもどうも。ユニコルとはちょっとは笑いかもと思っているんですが、ユニコルのこともどう思いますか？マジで？ユニポンちゃん。え？ちょっと不満。ちょっと不満。これ合わないかもにしたらどうなるん？してみよう。そうなんですね。してみたけど、赤の他人になったりとかするの。どうなんだ。あとはどうしてうちと付き合ったんでしょうね。だからだよ。それ以外に何があるんだ。はい、フレンチトーストどうぞ。いただきます。そう、くるみんとコラボできるといいね。そうだよね、もうだいぶしとるもんね、くるみんとのコラボ。すごく美味しかったようです。お、よかった。ほい、それじゃあ。初コメありがとう、ユニコーンチャンネルさん。ユニコーンチャンネルさん。ほい、それじゃあ、ほのかちゃん。ほのかちゃんにこんなものかぶせてたかな、私。全く記憶がないんだけど。記憶がないままに。踏んでか。目の中へ。やっぱりそうだったんですね、隠し。ってことで、次見た時にはすごい大喧嘩に発展してる可能性。どういうわけか、お宝風船を拾いました。ありがとう。あ、お、キャンディーさん、お帰りなさい。1週間ぶりですね。久しぶりです。全然大丈夫よ、私は。はい。最近、くしゃみの成功率がすこぶる悪いから、非常に。え？どうなん？え、私、ティッシュで鼻いじり寄ったら、速攻でくしゃみ出るんやけど、何この子ら。お、出た！やったね。やったね。結構前、ご注文は詐欺ですかというサムネで渡してましたよ。渡したのは渡したんだけどさ、絶対私着せ替えてないよね、それから。気に入ってるのか？初見です。アイナさんのみ登録させていただきました。ありがとう。音山さん、こんばんは。上品、お風呂セットをもらいました。ぜひぜひ私のみも可愛がってあげてくださいまし。不思議な夢、不思議な格好をして寝てるからじゃないかな。はじめまして、初見さんこんばんは。お、エリさんかな、こんばんは。おいしーさん、入るよ。今、アムラファッションが流行ってるそうです。時代は繰り返すというやつ。あれやね、アムロちゃんが引退したからだね。ほいほい、お久しぶりです。ヘアアクセサリー、帽子じゃなくて。帽子とか被り物じゃなくて。何がいいかな、頭に何でも咲かしとく。でも男の子でも合いそうなものあるか、普通。サイの角とかどうかな。強豪のサイの大きな角、強さをアピールしたいときに。はい、どうぞ。アイナさんのことアイさんって呼んでもいいですか？全然いいです。全然。すごく気に入ったようです。お、よかったよかった。っね、強さを誇示したかったかもしれない。ほいほい。上品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。こんばんは、アイナチャンネルさん初見です。よろしくです。こんばんは。何さん？何さんだ？読めない。あ、それはなんかよくある。でね、冗談言った時にさ、え、なんて？って聞かれてさ、ギャグ言い直すの嫌よね。いや、あー、みたいな。はい、ケイさん入るよ。一緒に遊んでくれますか？ほいほい。遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ。1分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第1問。ほい、第1問。これは何でしょう？こんばんは、多分初見です。アイナさんの動画いつも見てます。応援してますね。ライブ初見ってことかな？こんばんは、カオルさん。何これ？サザエのつぼ焼き？プロ的。答えは柳さん。柳さん、あそこで切れとるってことかな。なるほど。
なるほど。ショーアップクイーズ第2問。第2問。これは何でしょう。高評価ありがとう。ゆきえさん、さっけいさんかな。失敗した料理。失敗した料理。失敗した料理でした。何をどうやったらこんな料理になるのか全くわからんけどね。何でもかんでも入れすぎや。最終問題。これは何でしょう。トマト。答えはトマト。ショーアップクイズって意外と難しいですよね。めっちゃ難しい。だってね、何もない空間をアップにされたりとかね、めっちゃいじめを受けるけん。おめでとうございます。意味がわからない。一つだけあげます。はい。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝サンゴのかけらをもらいました。ありがとう。何でもいいから食べたいときに失敗した料理。失敗した料理でも美味しいって言ってくれるのか。新しい服、何がいいかな。どういう服がよろしい。ジャケットとジーパン。あ、でも今なんかあれだよね、タオル巻いとるけんさ、なんかつなぎみたいなのなかったっけ。つなぎってどこにあるんやっけ。ここであったんかな。ないぞ。お寺。お寺でもなんかいい気がするけど。あれ？ないな。腹巻き桃引き。なんかどこに向かいよんって感じになっていくけど。で、袴。あれ？ない。この辺？こっちか。崩れた仕事の服。ゴムの、ゴム？ゴムじゃないな。あれ？それぐらいしかなかった。寒い。あ、これでいいんやない。はい、どうぞ。なかなかかわいそう。なんですって、全体的には似合ってるぞ。初対面の人とでも話すネタに困ることはありません。私もそんな感じになってみたいわ。初対面の人と何を話すんって感じなんやけど。はい、どうぞ。いただきます。アイナさんのミートピア見て私も買いました。おう、嬉しい。ミートピアね、知り合いとか芸能人とか入れて楽しくださいまし。男の子の発表服、アスムさんが来てた時、チンチクリンとかエナさん言ってましたな。だってね、でもあれはね、なんかちょっと、ちっちゃい感じの、前回とかで言う、クラくんとか、あれちっちゃい可愛い男の子が来たらすごい似合うと思う。ほい、ゴッドさん。入ります。色合いはバッチリなのに。格好的にはすごいいいと思うんやけどね。ハロー、どうもどうも。はい、遊びましょう。キャッチ。よし、再び私はナイスキャッチをしましょう。おー、びっくりした。I'm very angry. なぜ ?Why? 今度こそ。あー。もう一回。もう一回ください。はい。何回やねん。何回やねん。ほい。あー、通り過ぎた今度は。なんてこったい。カメラの挨拶をおはよう世界化しました。お、みんなおはよう世界使うようになってる。やったね。やったね。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。人が可愛い。可愛いのか。よくわからないけど。ごついおじさんとかかもしれんやん、食べると。可愛い女の子だけが旅をしているとは限らない。お、そして、ゆうなちゃん。はるちゃん悩まないな。そうか、彼氏とラブラブしてるのか。今ね、ちょっと悩み事とか何にもないんやろね。お、お、キャンディーさん。キャンディーさん来たよ。いいと思います。ぜひぜひ、いいと思います。さあ、どうだ。夜でもおはよう世界って言ってます。いいよ。世界のどこかではね、起きる人たちがいるから。どの時間帯にも。そういうこと。あー、これは、あれだな。これは、あれだな。
あー、ダメなパターンだ。ダメなパターンだよ。そう。なんか、上の空的な感じに。ほら、そっぽ向いちゃってるわ。ありがとう。友達からでもないパターンかな。ね、無理だった。まずは友達から始めるのです。でも友達からパターンや。この後うまくいくのかしら。うまくいくのかしら。そっちの世界でもみんな仲良く暮らしてますよね。そうだと思います。一緒にはおらんやろうけどね。はい、フレンチトーストでもどうぞ。最初こそ楽しそうだったけど、なんか違うって思ったよね、きっと。きっと。まあまあ美味しかったようです。お、レベルアップ。でも親友からのステップアップとかもあるけん、もしかしたらね、友達からのステップアップがあるかもしれない。ストリッタを猫レンタル。マラカス。はい、どうぞ。友達からリア充になるのか。パターンはあるね。普通に分にあるね。めっちゃウキウキしとるやん。はい、そう言っちゃう。あー。いや、めっちゃ必死。アオトくん、超必死。はい、遊ぼう、遊ぼう。共通点クイズ。共通点クイズ、第1問。第1問。かなりとゼロは2人ともノートパソコンも持っている。持っとったっけな。いいえ、だからマナイさんが持ってなかった気が。持ってた。持ってた。はい、覚えてないよ、持ち物なんて。また遊んでください。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。遊びに来てくれるとすごく嬉しいです。遊びに来ます。はい、麻婆豆腐でもどうぞ。いただきます。はい、すごく美味しかったようです。お、やったね。持ってた、出たよ。会ってほしくないけど略奪パターンも。恋人に不満を持ってる状態の身に告白したら受ける可能性。でもそのパターンちょっと一回見てみたい。一回見てみたい。見たことない。この踊り好きなんよね。強くない？一人でよくこんなノリノリでできるな。ダンスゲームとかな、そんな感じなんかな。で、急に巣に戻るっていう。はい、それじゃあ、ゆすむくん、入ります。どうもどうも。お、今日の給食、麻婆豆腐でした。麻婆豆腐。給食に出てくる麻婆豆腐ってね、甘いよね。私、麻婆豆腐は甘いのが好きです。何がいいかな？派手。じゃ派手。半袖シャツ。どうな？ T シャツとかの方がいいかな？あ、この辺は？ベストとシャツ。はい。どうぞ。どう？まあまあ気に入ったようです。なんかキャンプとか行きそうじゃない？まあここ洞窟やけどね。ブラジルミキの熱いラブコールでさ、あの人ね、あのよくコメントに触れてるから。もう何年も来てくれよるような気がする。ありがたや。わかめちゃんしゃっくり中。おかげでしゃっくりが止まりました。よかったよかった。よかったよかった。新しい帽子が欲しいです。新しい帽子、そのリボン外すの。どんなんがいいかな。でもあれじゃない？あの、フロッシュとか合うんじゃない？これは何色なの？何色かよくわからんけど、はい。キャンプというかサバイバルですな。ね。あ、いいね、いいね。すごく気に入ったようです。あやなさん、甘党だからな。でもね、でもね、あれないよ。あの、なんか、かぼちゃとかさ、さつまいもとかさ、こういう甘いおかずは嫌いっていうね、わけのわからん。プリも無理やし。そうよ、ゆすむくんは結婚してたのよ。何気に。お父さんに続き。
はい、めいちゃん入るよ。アイさんの絵を描いてみましたが、送れないので残念です。よね、ツイッターからしか送れんようになっとるけん。頭の中も見てください。頭の中、いいでしょう。なんこれ、イチョウ？私はイチョウの葉っぱをキツネの形にするのが好きです。なんか小学校の時に先生が教えてくれた。目を閉じると、昔のことを思い出します。昔のことって言うほど、取ってない気がするけどね。はい、食パンでもどうぞ。いただきます。はい。どうすか。まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。卵焼きは甘めですか？私甘い卵焼きめっちゃ嫌いなんよね。めっちゃ嫌いなんよね。そう、卵焼きは甘いのはダメです。はい、そしてアダムスさん。ギター持ってた。アユナのそっくりさん、1週間ぶりですね。イチョウの葉っぱって独特の形なので遊ぶの好きでした。イチョウの葉っぱね、何気にいっぱい遊ぶ人おるよね。ゆとさんいいと思う。紹介するよ。何？お芋や栗のような甘いのもダメとは贅沢ですな。贅沢なの？贅沢なのか？真面目な話。ありがとうございます。では、ちょっとお話しします。アイナさんは何の秋ですか？私は食欲の秋です。一年中やな。アイナちゃん姉さん、チョコレートはミルクとビターとホワイト、どっちが好き？ミルクかビターやけど、どっちかというとミルクかな。卵焼きはめっちゃしょっぱくしない。めっちゃはちょっと。めっちゃはちょっと。普通に、だし巻きとか。マヨネーズとか混ぜても美味しい。ありがとうございました。おかげで友達になれました。だね。お礼にこれもあります。卵焼きは甘いのはちょっと。あそこ分かれるよね。商品扇風機をもらいました。ありがとう。旅人がいつまでもこの島も忘れないよう、島の貝殻もプレゼントしようと思います。いいね。綺麗なの拾ってきてあげて。はい、それじゃあ、食パン。いただきます。イチョウの葉っぱ5時の仕方レベルアップ。はい、それじゃあ道具で何がいいかな。鏡をどうぞ。はい、道具、鏡をプレゼントしました。せっかくだから遊びませんか。ほいほい、遊ぼう。店員さん、あ、ライブの初見さん、こんばんは。ピーチさん、こんばんは。食べ物お宝、モザイククイズ。モザイククイズ、第1問。はい、第1問。これは何でしょう。タヌキの置物。答えは、タヌキの置物でした。よし。モザイククイズ、第2問。第2問。これは何でしょう。初見さん、白鳥さん、白鳥さん、こんばんは。どうも。答えは、いや、納豆でした。よし、ね、モザイククイーズ最終問題。これは何でしょう。アイスクリーム。答えは、多分ライブ初コメ、こんばんは。ゆぴーさん、こんばんは。いいね。おめでとうございます。超美味しいよ。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、マトリョーシカをもらいました。ありがとう。タヌキチの置物。タヌキチ。アナさん、目玉焼きは何かけますか？私は胡椒。私は塩胡椒をかけます。塩胡椒をかけてた。はい、それじゃあ何ぼ、なんだ、誰だ、間で呼びやがって。ケンさん、こんばんは。たくさん、こんばんは。ゆめちゃんはもうとっくに成長してるよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。それじゃあみんなに募金を募ります。あ、みんなバシバシ入れてってね。
は 27,100円集まりました。イエーイ、ありがとう。納豆毎朝食べてます。いいね、健康的。明日も毎朝どころか毎食食べよる気がする。はい、それじゃあ朝一おいしい春巻きだよ。配信者のスノーさん登録ありがとう。どうも。目玉焼きといえばハムエッグ歌劇団、それね。なにこれ、春巻き。春巻きあんま好きじゃないよね。10個ほどもらっておきます。はい、保険です。何か他の配信でアイナさんのファンって、アイナさんって誰なんだろうと思ったらあんただったんですね。チャンネル登録してきます。ありがとう、スノーさん。どうも。他の配信誰やろう。私が関係ある人ってことかな。はい、ミニュース見てこう。嫌いはね、ちょっと多すぎて多すぎてって感じなんよね。ほら、集金の時間だ。怖い。そういう感じだったの、いつも。ミネットさん T シャツブームやって、これリアルできそうな感じがする。リアルできそうな気がするよ。お、ミネットさん本人にお話を。友人の誕生日プレゼントのために作っていた。松梶さん、変化さん、知らない登録ありがとう。オークションで高く取引されるようになってたので、オークションで高く取引やって、すげえ。代表転換しちゃいました。すげえ。リアルできそうよね。少し恥ずかしげに話していました。マジのみに聞きました。なるとするといいと思うんだ。そんな話、みんな知ってると思ってました。ネットさん、キャラクターとかないんかな。ミネナーカンキ。いいと思う。マイナーを伝えしました。ありがとう。牛乳とバナナと納豆は毎日食べなさいと医者に言われました。なるほどね、そうなんや。私、どれも毎日食べてないや。でも別にどれも嫌いじゃないけん、食べようと思えば食べられる。はい、それじゃあ今回も歌詞を送ってきてくれた人がいるので、さあ、行こうか。ちょっと待って、私いつもここで思うんやけどさ、どっち打ち込んだかなって思うよね。ループの曲やったっけな。新日本やったよね。今日は、ソロの方だ。ソロの曲で、キャンディーさん。キャンディーさんはどこだ？ここで誰が誰だか分からなくなった。質問のグループ、歌詞に手こずってます。まさかのまさかのメンバーは決まったけどっていう感じ。あれ？どこに？どこに行った？あ、いたいたいた。はい、キャンディーさん。キャンディーさんで、アイドルの曲ね。あ、ごめん、アサポンさん、あれなんよ、私、服が変えてないんだけど、これで、これで、勘弁してくださいます。ダイエットにもなるそうですよ。朝バナナダイエットとかって流行っとったもんね。なんかその言葉だけめっちゃ聞いたことある。酔った人とか見たことないけど。そう、あさぽんさんの曲、キャンディーさん。そう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 、キャンディーさん。あいなさん、歌はどうやって送ればいいのですか。歌はね、別にコメント欄に書いてくれてもいいんやけど、ツイッターの DM で送ってもらえたら、一応なんか、人の指定があったら人も指定してもらって、で、服装とかも指定があったら別に指定してもらっても大丈夫やし、なかったらめっちゃ自由に、めっちゃ自由に私が服を着てます。で、あとは、歌詞の区切りごとに、こうなんか空白とか斜線とか入れつつ送ってもらえたら、ジャンルと、そんなもんかな。あとは、曲名。はい、それじゃあ、ゆいさん、入るよ。キャンディーさん歌ったら声響きそう。めっちゃ高いしね。久しぶりですね。どこに行ってたんですか。
も行ってないよ。あ、でも最近ちょっとミートピアで冒険に冒険に再び出たけれど、できればカジュアルなのがいいんですが、今十分カジュアルな気がするけど、また新たにな感じかな。この辺は私カジュアルとかそういうののくくりの定義がいまいちよくわからんねよね。これにしとこう。はい、どうぞ。皆さん、パンかご飯どっちが好きですか？がっつり食べるならご飯で、パンはおやつって感じかな。おやつ。私のクラスの子がみんなアイナさんのことが好きらしいです。チャンネル登録しときます。ありがとう。ねえ、それ嬉しい。ほい、それじゃあテニスラケットを。アイナさんのことあっちゃんって呼んでいいですか？全然いいです。大丈夫です。3連休何しますか？私さ、何？昨日までの3連休もそうやったけど、全然特に何も変わり映えなく、動画撮影して、アルバイトして、返しなんだな。返しなんだな。はい、それじゃあ、はい、ミクタン、入ります。今一番気になる芸人さんは誰ですか？私、基本的に、テレビを見ないから、わからないんだ。芸人さんとかってさ、こう何、YouTuber の人とかが、ね、動画でネタやったりとかしてるのを見て、最近こんなネタする芸人さんがおるんやなっていう、本人より先に真似してる人を見るっていう。待って、ミクタン何やったんさっきの。ね、全然話聞いてなかったや。お、アユナがいるぞ。一週間ぶりですね。はいはい、お久しぶり。聞いたりしてませんでしたか。アイナさんが動画でスヌーピーライフやってるの見て、スヌーピーライフ始めました。面白いです。お、私もね、個人的にはね、まだ続けとんやけど、面白いよね。結構ね、アプリ系のゲームはね、動画ではちょこちょこっとだけやって、あとは、めっちゃ個人的に、空いた時間とかに、なんでしよる感じの。待って。じゃ、普通に女服見よった、怖っ。女物見よったよ。やば。L シャツ。はい、どうぞ。皆さん、QR コードしても、QR コード画面上に出してるよ。出してますよ。これをぜひぜひ読み取っていってくださいまし。あ、ミクタンはさ、すごく大事なものをなくした、すごく大事なものをなくしたって言ってきてるのに、私はそれを聞いていなかったと。なるほどね。なるほどね。最低か。そう。はい。バットでもどうぞ。赤花さんだいぶ変わったよね。一番最初来た時、海賊の格好をしとった気がするけど。商品、お風呂セットをもらいました。旅人の女の子と仲良くなりました。浮気や浮気。めっちゃ浮気される。で、次の人のとこに入って終わりにしようかな。はい、カップラーメンでもどうぞ。いただきます。さあ、どうでしょう。あんまり美味しくなかった。マジで？海賊を引退したんですね。とね、アイナと結婚して落ち着いたんだ。足を洗ったんだよ、そういう世界からは。はい、で、さっちゃん。よし。男女兼用もありますし。まあね、でも男女兼用のマーク一応あることない。お腹が空きました。あれだな。なんか最後のベストは、平凡だったな。はい、お好み焼き。どうぞ。どうでしょう。アイナさんにバットで撃たれますぞ。まさかの、取り上げて。夢がいっぱいあった方が、人生楽しいと思います。ね、夢見るのだけなら自由やもんね。よし。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。またライブやってね。ぜひぜひライブやるから来てくださいまし。お疲れ様です。お疲れ様です。また次回の配信で。